はい、今週も始まりました。スカートがお送りする YouTube 限定ラジオスカイステーション。はい、はい、今日はね、うん、今日も暑いですね。今日もっていうかね、ちょっと熱中症とかもね、だんだんなってきてね、皆さん、うんうん、危ないですけどもね。そう、水分とって、喉乾いたと思った時にはもう遅いらしいですからね。うん、こまもな、こまも、うん、こまめな、こまめな水分補給をね、取っていきたい季節ですね。はい。まあ暑いんですけど、うん、あ、じゃあもうさっきそっち行きますわ。暑いけど、うん、実はスカイアートね、うん、来週の、うんうん、もうこれが出るのが月曜日、今週か。そうですね。今週の金曜日から、うん、ストリートライブを、そうですね。毎週やる。ってことが決まりました。よ、場所はいつも決まるんかな。いつも決まる、まあ、ちょっとやってみないと分かんないですけど、大体南の方で、そうですね、ナンバーあたりでやろうかなと。毎週金曜日夕方、そうそう、夜気味かな。夜気味、暑いの嫌いやし、見てる人もその暑い中見てない、いや見てられへんやろっていう。であんまり夜すぎたら今度酔っ払おうすぎてね。そんな酔っ払ピーと、酔っ払ピーと戦わなあかんから、酔っ払ピーせなあかんから、うん、まあ適当に程よくね、そうそう、7時、8時、そう、太陽も沈んで、うん、ぐらいの時間にね、そうそうそう、やりたいなと。なんですんねやって言ったら、うん、何すんの、CD をね、はあ、シングルカットで、はい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 、手売りで、うん、先行手売りなのかな。ああ、先行手売り、すごいね、新しいな。先行手売りっていうか、先行手売り発売。先行手売り発売。はい。はい、そうですね、まあ、後々また違った形で発売はするんですけど、うん、ライブ会場とストリート限定という形で、うん、はい、はい、CD を発売ということを、はい、しましたので、曲は何ていう曲ですか。曲は Dear という、あ、これはどうなんですか、やっぱりスカートロックって言ってますんで。そうそう、ロック押し、ロック押しに来て初のシングルカットは、うん、まさかの初シングルは、ポップというかな、あれは何なんでしょうね、バラード、バラードまさかのスカイアート、バラードスタート、いや、まさか、そうですね、だから結構こう、名古屋やから結構ギュイングイン来るんかなと思って、もうオーディオのボリュームかなり小さくしてたら、あれ聞こえへんよう聞いたら、ものすごいこれピアノ鳴ってへん、ピアノ鳴って、もうピアノから始まるのかな、ピアノ始まりますね、あーやからね、うん、そういう意味では、あれちょっと波色が強いかもしれない、うん、スカートそっち系なんや実はみたいなそうですね、風に伝わるかもしれませんけど、うん、まあディア、ディアで、まあ B 面というかね、そうね、1曲だけ入ってるのも味気ないん で、そのちゃんとした、ちゃんとしたあれな、バンドサウンドバージョンとのディアと、ディアの、まあ、B 面というか裏面、うん、としてカップリングとして、うん、ビヨンドですね、ビヨンドか、ビヨンドっていう曲のアコースティックバージョン、うん、YouTube ではもうアコースティックバージョンの PV が流れてるんですけど、はい、その音源をカップリングで、はい、ちょっとね、世に出そうかなと、放出しようと思いますので、 YouTube に上げるとね、ちょっと音がやっぱり圧縮されるんで、そうそう、うん、劣化しちゃうんですけども、まあ、CD クオリティでね、うん、お届けしたいなと思いますので、ぜひともね、チェックの方、はい、お願いします、うん、はい、まあ、で、まあ、そんだけ暑いと、うん、まあ、夜のストリート、うん、あともう一個は夜の将棋、あそうなんですね、この間かな、そう、先週の趣味、スカイアートかなんかで、趣味かなんかかな、スカイステーションで趣味は何ですかって言ったら、直哉が今後趣味にしていきたいのが将棋やと、はいはいはい、ただ指す相手がおらんっていうからそうだ、ね、まあ、今日うちがやってるかって、ああそう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 、姉さん風にね、そうそう、やってるかって、うん、面倒見だろかみたいな感じで言うから、そうそうそう、俺はもう何全部将棋の駒揃ってか分からへんぐらいね、古い昔使ってた将棋見つけてきて、部屋から、うん、でそれをね、今バーン広げて、うん、まあ、波と刺しましたよ、はい、もうねもう戦略のない人間と戦うっていう感じがね、すごかったですね。いや、そっちもそうかもしれんけど、うん、戦略ないってこんなに怖いんやって、ちょっと刺しながら、まあ、正直最後に指したうち小5ぐらいやね、はいはいはい、小学校5年生ぐらいが多分将棋してた最後で、言ったらもう銀ってどこに進むっけ、ね、桂馬どこ進むっけから今日始まったわけで、うんうんうん、まあ、正直じゃんけん買ってうちからスタートしたけどひょこふふももうどれ最初出したらいいかも全然わからへんくて、まあ、飛車の前のねふを出すとこから始まったんですけど、ああ、そうだったね、もうそっから全ては終わりましたね、終わりましたねちょっともうちょっと強くなっていってほしいかなと、そうやな、でも何やろ、将棋にしても人生にしてもあまりにも戦略なさすぎると怖いね、そうやね
無防備すぎたらもう仲間失うだけやったな。もう俺風一個も取られへんからいくら相手の風取っても二風になるから置かれへんっていうそういうことね、うん、いやなかなか風使わん、風使われへんわ、こんな将棋初めてやって俺思った。なおやだって手元にいっぱい駒あって、うち手元になったら一個の風だけ、そうそう一回だけ風取られただけで将棋分からず何も分からへんと思うけどね、うん、まあそういう感じでね、はい、これからちょっと強くなろうと思います、はい、強くなったらね動画で将棋させてとこ、はい、お見せしたいと思いますんで、うん、はい、はい、じゃあ2部でお会いしましょう。